本来の場所にある SCP-1904。SCP-1904-1 の2個体。アイテム番号 SCP-1904。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1904 は現在、分解されて保管ユニット、7に収容されています。SCP-1904 の収容にあたってこれ以上の処置は必要ありません。SCP-1904 は現在、政府の管理する倉庫に偽装された本来の設置場所で監視されています。SCP-1904 の外面と周囲は毎週、及び生殖活動の直後にも清掃、消毒する必要があります。現在、SCP-1904-1 個体の研究用サンプル球体が、サイト17で個別の収容室に封じ込めされています。追加の SCP-1904-1 個体は、博士からさらなる研究のための要請がない限り、回収後に収容します。いかなる状況でも職員は当該オブジェクトの内部に入ってはいけません。事案報告書 1904-A3 章。説明 SCP-1904 は、メリーランド州のレストランに設置されていた、レクリエーション用プラスチックチューブのネットワークです。不活性状態の当該構造物は、時折の振動や、鼻声、に似た発生以外には普通でない性質をほとんど示しません。不定感覚で、SCP-1904 の発生はうめき、叫び、また時には、口を塞がれた、ないし、窒息している、かのような物音へとエスカレートしていき、1回につき数時間ほど持続します。これは通常、新たな解体サイクルの開始を特徴づけるものです。SCP-1904 の解体期間は8日から11ヶ月の間で変動し、この間に構造の最も低い入り口部分からは血液、溶水、子宮組織の痕跡が漏れ出してくることがあります。これらの有体に特定の原点や DNA の一致は見出されていません。典型的な解体サイクルは、有体、体組織、及び1体以上の SCP-1904-1 個体の単一の暴力的排出をもって最頂点に達します。SCP-1904-1 は様々な発育段階にある人の廃止に類似しており、工事の段階は常に先天性の重度奇形を示しています。状態によらず、収容されるまでの生存率はほぼ 100% です。SCP-1904-1 個体は栄養摂取を最小限に抑えてサイズと移動性を着実に向上させる一方、それ以上に肺の発育や加齢が進むことはありません。最も高齢の研究サンプル個体は現在、体重、kg を超えています。認知力の発達は最小限ですが、知能の高い個体は職員の発生を模倣し、場合によっては生殖活動を試みる様子が観察されています。SCP-1904 は、SCP-1904-1 個体の収容と同時に突発的な音声放出を行い、これは、絶叫、とその後に長く続く、すすり泣き、と表現されています。事案報告書 1904-A、SCP-1904 の初期検査において、D-4356 が標準的な音声映像監視機器と共に SCP-1904 構造物の内部へと送り込まれました。当初、異常性質は検出されませんでしたが、やがて D-4356 の反応性は下落していき、間もなく典型的な有体放出とともにオブジェクトから排出されました。排出後の D-4356 は、SCP-1904-1 個体と一致する生理学的異常及び精神能力を示しました。D-4356 はサイト17のサンプルと同様に収容され、現在も質量を増し続けています。人間の被験者によるその後の実験は全て同じ結果に終わり、追加の被験者たちは収容されました。事案報告書 1904-B、広範な実験の後、SCP-1904 は思って分解され、保管中に異常性質を示さなかったことから政府へと再分類されていました。続く、1ヶ月の間に、当該オブジェクトの本来の場所を中心に急速拡大してゆく半径の内部において、指数関数的な先天性異常の増加が明らかになりました。サンプルと SCP-1904-1 の特性の一致が判明した後、SCP-1904 は元の位置及び形状に復元され、異常な出生の波は鎮静化しました。後に SCP-1904-1 個体の各症例、体と、可能性のある乳幼児、名が押収、解剖、収容され、周辺住民の多くにクラス B 記憶処理が施されました。
影響を受けた夫婦は長期汚染の証拠が出たことを受けて不妊措置が施され、捏造された海外製薬会社に対する集団訴訟という名目で賠償金が支払われました。発見、年11月6日、新聞は、3日間にわたって複数の目撃者に確証された、モンスター、の出現にかかる一連の報道を行いました。財団工作員は最終的に、表向きは昨年から改装のため閉鎖中とされていたレストランへと異常現象を逆追跡しました。店舗の冷凍庫からは48体の SCP-1904-1 個体が、また地下の下水トンネルからも、体が生きた状態で発見されました。レストランのスタッフ及び経営陣は現在も発見されていません。